にちは、フィネス。本日はですね、壊滅極限コロシアム特殊の新しいダンジョン、低迷の聖堂ですかね、をやっていきたいと思います。シーウルフパーティーでやっていきたいと思います。まあ今私のボックスで最前線の強いパーティーなんですけども、一応紹介していこう。シーウルフにエルゲヌビの首飾りで、遅延4の神キラー、これは4次元の名残ですかね。はい。で、サブ、スパイダーマンが超覚醒 L 字の、風神の水着ですね。まあ、吸収というよりは、耐性と変質と使いたいなと思っていました。で、ポップが、デッドプールのコミックカバー2です。変質と4ターンのやつですね。はい。で、さっき超覚醒って言ったけど、超覚醒最初関係ないか。まあいいや。で、毒目覚め耐性。で、バルキリーシエルに、学園ロッキーの武器で、ここもヘイストですね。で、キャプテンアメリカに、豪気の武器。で、潜在にルーレット回復ついてるので、まあ、ルーレット来たら、ここで回復していこうかなという感じです。で、フレンドさんのシールフは、雲耐性、バインド雲耐性の武器をお借りしました。完全初見でいきたいと思います。難しいかな？いきます。HP バッチです。はい。さあ、1回。もう変身まであと2ターンあるよ。ああ、威嚇刺さらない。向こう。ああ、威嚇刺さら、真ん中しか刺さんないのか。で、多分真ん中やばいよね、多分。真ん中やばい気がするんで。最初は、バルキリーシールの後ろを使っちゃって、とりあえず1段階目変身はできます。で、スパイダーマンの後ろも撃っちゃってよくて、でもここはちょっと耐久せざるを得ない。これ最初にさ、盤面に水がなかったら効くな。硬い？硬そう、硬そうだな。あ、オッケー。あれ、無効貫通組めそうじゃない？はい。真ん中倒さないとやばそう。あれ、待って。え、ちょっと待って。硬くね？しかも、回復なかったよね、今。2段階目変身の火力じゃ、ちょっと、左右さえ抜けなさそうでしたね、今。厳しいなぁ、これは。厳しい戦いですね。マジかよしかも3ターンしかないっていうね、真ん中さえ。3ターンしかないですよ。どっちか倒せればな、早いというか楽なんですけど、無効貫してあれだからな、相当硬いぞ、これ。よし。今度こそ回復があるので、回復積みながら無効換します。はい。いや、マジでどっちか倒してくれ、お願いします。ダメだね、これ。やっぱ硬いね。あと1ターンでポップたまるんだけど、真ん中がやばそう。あ、しかもなんか火なくなってない？火降ってこい、火。ナイス。耐久できんのか問題ですよ。ここ耐えれば、耐えれれば変身できる。あー、痛い。痛い。あ、激減じゃなくて、ペーストを2ターンにしてスパイダーマンの後ろで溜めるようにしたんで、ここでまたヘイスト打って変身ができるので、で、これで抜けなかったら知らんけど、これで抜けなかったらマジで知らんけど、いきますよ。
あーなんかすごいずれてるよパズルが。はい、本当に頑張って真ん中倒してくれ、お願いだから。あーすごっ、左が残った。あ、ヒット水あるけどちょっと心配なんで、ワルキリ打っていい？いいよね、ちょっと多分火が少なすぎていけない気がしなくもないので、初見でワルキリ。こんな感じですか？さすがにこれはいけたでしょう。やっと1回が終わりまして、3回、何が来る？ああ、ライジール、ライジール、遅延が来る、いいだな。で多分左残したらやばそうなんで、左からやりましょう。左こういうのは大体カウントダウン系のやつは残したらやばいんだから。あ、でももう変身できたんで、ここからもう、あ、やば、あ、耐えた、残しちゃったけど耐えたわ、さすがすぎに。今ワルキリーシール残ってた？よく見てなかったけどさ。いやー、シール天才かもしれん。次はちょっと先生的なやつはやめてほしいな。あ、待って硬いじゃん。うん、5回ぐらいは行きたいんだけどせめて5回ぐらい行きたいよ。はい、あれ、あ、そうか、変身を、ここでまた変身と、いやー、楽しい、楽しすぎる、こう考えてもむずい。うん、え、はい、あ、でもこれ結成したらスパイダーマンが使えるようになっている天才かもしれん。スパイダーマンって強いよな、解除陣だったね。あ、なんだっけ、ワルキリーシールとかデュースギガ降臨でもお世話になりました。したらで、ここは次激減を貼ってしまえば耐えれるので、一応まあ色がいっぱいあるんで全力、全力しました。右倒してもいいけどな、やばい、回復ないぞ。あー、まずいか、ここをしのげば、ドライ。ちょっと多分コストをもうちょっと下げて、サブのコストを下げないと無理だね。これは相当レベル上げられるやつを入れとかないと、火力が出なくて向けなくてっていう繰り返しなので、ちょっと真面目に考えるタイムください。全然いけなかったですけど、まあ初見なんでね、こういうもんです、こういうもんだよってことでまあクリア動画になるかはわからないけど、ちゃんと考えて挑んだバージョンもね出したいと思いますので、それをお楽しみということで、本日はすいませんでした。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。